エオルゼアを震撼させたカルテノーの戦いから5年。賢者ルイゾアの秘策により時を超え再びエオルゼアの地に降り立った冒険者。その者は今懐かしの地に足を踏み入れる。第七霊祭によって様変わりしたその地に。エオルゼアの南西、バイルブランド島。ロータの海に面するリムサ・ロミンサは、島南部のラノシア地方を領する海洋都市国家である。湾内にある島々と岩礁の上に渡された波士楼が作る町並みは、女神の名を取り、リムレーンのベールと称されるほど美しい。海の都と謳われるこの都市に、今、一人の冒険者が帰ってきた。今はまだ己の運命を知らぬ者。神々に愛されし地エオルゼアの歴史に名を残す者。この冒険者の長き旅は海の都リムサ・ロミンサから再び始まる。私は支える波であり、私は導く風である。私は夜の星であり、私は朝の空である。私は海で生を受け、そして海で死に向かう。その碑石に刻まれた船乗りたちの鎮魂歌よ。久しぶりね。いやだ、ごめんなさい、人違いだったみたい。後ろ姿が昔の知り合いのように思えて、すごく懐かしい感じがしたものだから。でもこんな船乗りたちの魂を沈める場所で何を。そうか、あなた最近サマーフォード省に出入りしている冒険者ね。噂の人さらいを追ってたんだけど、ハズレだったかしら。あら、案外当たりだったのかも。やはりここのエーテルの乱れは人為的なものだったのね。人さらいを追う者がここに2人、それを襲う魔物。この件、口封じを従っているのは一体誰なのかしら。さあ、やっつけるわよ。あなたと私の二人でね。あなたが噂の冒険者ね。私はミンフィリア、この暁の決明の名手です。待っていたわ。本当に
帰ってきた。賢者ルイゾワの言ってた通りね。あなたの帰還を待っていたわ。お帰りなさい。みんながあなたを忘れても私は覚えている。今はそれだけ忘れないで。賢者ルイゾワが言っていたわ。あなたによろしくと。本当に無事でよかった。こちらへどうぞ。悪いようにはしないから安心して。いろいろ聞きたいことはあると思うけど、まずは私たち暁の決明について説明した方がいいかしらね。私たち暁の決明は国家間の垣根を越えてエウルゼア全土で活動している団体です。私たちの目的は一つ、神々に愛されし地、このエウルゼアを救済すること。そのためにエウルゼア、いえ、世界が抱える脅威である万神問題の解決に向けて取り組んでいます。この暁の決明にはあなたと同じ不思議な力を持つ人が何人かいるの。この不思議な力にはいくつか種類があるのだけれど、あなたはこれまでにこんな経験をしたことがないかしら。ノイズのような感覚、何かに吸い込まれるような感覚、まるで幻のように浮かび上がる風景、それこそがあなたの能力。精神の壁を越え相手を見ることができる、超える力よ。超える力は言葉の壁を超える力、心の壁を超える力、そして幻のごとく過去を見ることができる時間の壁を超える力。さすがに過去が見えるだけで相手と会話したり結果を変えたりなんてことはできないわ。さまざまな能力の中でもこの超える力は特殊なもの。あなたはその中でも強い力を持つ。ただこの力は自分で発動をコントロールできないところが悩ましいのよね。そう、私もあなたと同じ力、その超える力の能力者の一人よ。さて本題よ。私たちの目的、エウルゼアの救済のためには万神問題の解決が不可欠。そのためには国家、組織、種族、言葉、それに主義や思想、あらゆる壁を越えた対策をしなくてはならない。そこであなたの力が必要になる。私たち暁の決明に協力してほしいの。あなたの能力、超える力は万神への切り札ともなるもの。万神問題を解決するため、世界を救うために必要な力よ。あなたがエウルゼアを歩く冒険者として何を求め何になりたいのか私にはわからない。でもこの先も冒険者として生きるためにはもっとエウルゼアを知る必要があるでしょ。そしてそのエウルゼアには万神問題がある。私たちと行動して万神問題を追うことはエウルゼアを知るのに最も近道だと思うわ。早速使ってるわね。協力してくれると受け取っていいのかしら。よかった、ありがとう。きっと協力してくれると思っていたの。ごめんなさい、エウルゼアのために戦ってくれたあなたをこんな扱いにするなんて。なぜみんなの記憶がないのか理由は定かではないの。賢者ルイゾワが呼び出した十二神の力の影響なのかもしれない。でもきっと何かきっかけがあればみんなあなたを思い出すはず。本来はあるべき記憶なんだもの。ありがとう。
では改めて暁の決明の仲間たちを紹介しなきゃ。シャーレアンという言葉に聞き覚えはあるかしら。エオルゼア六大都市の一つで、アルデナード小大陸の北西にある都市国家よ。あ、いえ、正確にはあったと言うべきかしらね。彼らは古の地に精通し、エーテル学や魔法の分野では帝国さえ凌駕する知識と技術を持っていたの。そんなシャーレアンの中で賢人と呼ばれる人々が結成したのが救世使命。エオルゼアが滅亡から逃れる希望があると信じてこの地に残って活動してくれた集団よ。他の住民は北洋の本国に帰ってしまったけどね。彼らがそのシャーレアンの賢人たち。彼女がイダ、隣がパパリモよ。二人とも森の都グリダニアの調査を担当しているわ。よろしくね。よろしく。次、彼はサンクレット。ここ砂の都ウルダハの調査の担当者だ。よろしくな。彼女はヤシュトラだ。海の都リムサロミンサの調査の担当をしている。よろしくね。待っていたわ。最後に彼はウリエン・ジョーギュレ、この本部の執務長よ。困ったことがあったら彼に聞くといいわ。月明輝けども、必ずや暁迎えん。我が友の言葉、この出会いに感謝を。我々は5年前のカルテノの戦いで痛手を負い、指導者を失った。そして我々と歩みを共にしていたミンフィリアたちと暁の決明を結成したの。このように能力者とシャーレアンの賢人を中心に、暁の決明は多くの名員で構成されているわ。そして彼女、受付や事務処理を担当しているタタルさんよ。よろしくです。みんなで仲良くやっていきましょう。さてと、早速だけど頼みがあるの。ウリエンジェさん、バルデシオン委員会からの資料は届いてる？ええ、こちらに。ウルド派のグランドカンパニー不滅隊からある事件への協力要請があったの。サンクレット、説明をお願いできるかしら。事件の概要はこうだ。七和銀山で採掘されたクリスタルを運ぶアマジナ鉱山社系のキャラバンが襲撃された。それだけじゃない。時を同じくしてウルダハ近辺の貧民窟から幾人もの人が消えている。クリスタル強奪事件と誘拐事件ってところね。本来こういった事件は治安維持も務めるグランドカンパニーの仕事だわ。でもこの事件、おそらく蛮神が絡んでいる。現場に残っていた手口、おそらく首謀者はウルダハに住むアマルジャ族だ。アマルジャ族にはクリスタルを強奪したり人を誘拐する理由がある。それこそが蛮神関連ってわけだ。あなたに蛮神問題を理解してもらうためにもこの事件に関わってほしいの。ありがとう。ウルダハの事情には担当でもあるサンクレットが詳しいわ。彼にあなたを支援してもらいます。俺に任せてくれ。よろしくな。
尋ね人を同時に二人も見つけることになろうとは、ゆくゆく私はついているな。こんなところで帝国の影に怯えている場合ではないぞ。我々の手で暁を蘇らさねばならん。そのためには、ガーロンド・アイアンワークス代表、伝説の貴公子シド、あなたの力も必要となる。どなたか存じませんが、ここにいる男はマルケズと申す者。先の霊災で心に傷を負い、癒しが必要な状態です。どうかそっとしておいてください。世界は今あなたの力を欲しているのだ。こんなところで眠っている場合ではないぞ。お前は、俺はお前を、マルケズ、いやシドと言ったかな。これを持って行きなさい。あなたのものだ。シド、一緒に暮らすうちにあなたはきっと名のある人だと予想はしていた。短い間だったが、息子が戻ってきてくれたようで嬉しかったよ。私はもう十分に幸せな思いをさせてもらった。あなたを世界にお返しする時が来たのです。お前は一体。私の名はアルフィノ・ルベユール。亡き祖父の遺志を継ぎ、暁の決命の一員として蛮神、そして帝国と戦っている。暁が襲撃された件は知っている。すでにエオルゼア中で噂になっているよ。エオルゼア諸国はここしばらく霊災からの復興と国内問題の解決に注力してきた。その間、手薄となった蛮神対策の担い手として神狩りを引き受けていたのが暁の決命だ。その暁が落ちた。各国上層部も動揺しているが、だからこそここで戦いをやめるわけにはいかない。イクサル族が蛮神ガルーダを召喚した。現在クルザスで猛威を振るっている。蛮神ガルーダは数いる蛮神の中でも特に好戦的で凶暴だ。委員会の調査によれば、それはイフリートやタイタンを軽く凌駕するほど一つ格上の存在と言われるほどでね。つまりその蛮神ガルーダを狩れば、他の蛮族たちに与える影響も大きいということだ。蛮神が絶対的存在ではない証明になるのだからな。蛮神ガルーダが控える祭壇は暴風の壁に守られている。シド、あなたの出番だ。エンタープライズを探しに行く。エンタープライズだと？もしやそれは。そうだシド、あなたの飛空艇だ。あの船は霊災前にグリダニアから飛び立ったのが最後のはず。その足取りを追う。
俺の飛空艇。少し待ってくれ。長く続いた蛮神との戦いもいよいよ最後だ。我々はエオルゼアはまだ牙を失ったわけではないと世界に見せてやろう。エンタープライス、そこに俺がいる。必要とされている俺が。全く恥ずかしい話だぜ。今の今までお前に気づかなかったなんて。俺たちは5年前の戦いを共に駆け抜けた戦友だというのによ。他の奴らにはお前が生きていたことをしばらく黙ってるつもりだ。この状況だ。5年前の英雄が生きていたなんて知れりゃ各国は大混乱。お前も身動きが取れなくなっちまうだろう。何？他でもない俺が思い出したんだ。それで十分だろ。お前は特別な存在だ。いつかきっとみんな思い出す。それまで俺がついててやる。見えてきやがった。準備はいいか？相変わらずいい返事だぜ。ヒャッハー。報告します。ソーダ島全体撤収完了。同じく不滅隊撤退完了。メルイブ提督、国家団も全員無事でさ。あいつはまだなのか。シド、連絡はないのか。ダメだ、リンクシェルにも応じねえ。クソー、ダメなのか。諦めちゃダメだ。祈りましょう、無事に脱出してくるの。シド殿、今からでもエンタープライズを出せませんか。あの冒険者とここにいる暁の血盟は今の時代を生きる光の戦士たちなのです。私たちはもう二度と光の戦士たちを失ってはなりません。分かっていますって。しかし無茶だ。あの爆発なんですよ。エイ、どうすればよいのだ。光よ、クリスタルよ、どうかあの人を導いて。願いなさい。そしてあの者を思うのです。強く強く。そんな、あの人が。
今の声聞こえたとも。光の意志が、光のクリスタルの声が聞こえた。そうか、あやつが、あやつが5年前に我々を救ってくれた光の戦士たちだったんだな。そうなんだな、シド。今頃思い出したのかい、お偉いさん方。そうさ、あいつこそ英雄だ。このエオルゼアを二度も救った真の英雄だ。みんな記憶が戻ったのね。よかった。来た。見て、サンクレットも一緒だ。やったぜ。よかった。